こんばんは。ねまです。こんばんは。とライスさんバラ、なりちゃんかわいい、キサッシさんかわいい、りんたろさんバラクモハ、なんで凍ってるのこれは。タコ、エスイコさんめっちゃかわいい、ありがとう。そう、2日、痛いからは、痛い、来週もよろしく。ゆうたくん、なんでこれは凍ってるんですか。クマ、凍ったクマ、ありがとう。ポポさん、タコ、あ、ゆうたくん、かわ、間違えた、ごめんなさい。たけさんごめんなさい、ありがとうございます。知らなかった、な、知らなかった、済まされないから。えらい、痛くてお腹減った。確かに。目標な、な、これは牛乳、もう滑舌がさそう、もう、あ、待って、今日ダイエット日記送ってね。あ、もうダメだ、もういいや。え、なんかジャケ写撮るまでに目標で45キロにしてるんですけど、ちょっといけそうな気がしてきた。もういた、止められない。勇気なさ、ハートありがとうございます。でもそんな前配信した時から1キロぐらいしか、1キロ47、あ、嘘だ、 1.5 キロ痩せました。じゃあ石光秘密、かけよさんハート、さらかさん、タコありがとうございます。一番やばかったとき 1.5 キロでした。これかかるな、ほら、やばい、公演しとったらこれ目立ちそうで嫌だ、ゴム痛い、半年つけるらしいんですよ。だって不思議じゃなくて、だって可愛く写りたいんだもん。ちゃんとヘマつけるみたいです。そう、今日歯医者に32万円課金してきた。痩せたり太ったり自由自在です。天使の絵の具さん、ゆういちさん、かわいい、安部さん、かわいい、ありがとうございます。課金してきた。あ、きこりさん、ハートありがとう。強制ダイヤ。え、そう、私、もう私はもうそんな給料どころじゃない。車買えんでしょ。買える、買えるか、買えるか。え、じゃあ車欲しかった。これ夜ご飯。やめて。車欲しいな。あの、私に FX って何できる頭があると思いますか。岡山子さん、ペンライトありがとうございます。どの通帳。積み立て思いませんですよね。牛丼、確かに自分でサイン、それ、え、確かに、そんなことしたらクビになっちゃう。で、株は無理ですね。なんか24時間、え、なんか自分で外せるんですよ。でも外さ、あんま外しちゃいけないから、ね、嫌じゃない。これほら、ここからは、めっちゃ目立つからさ、どう、だから
撮影の時だけ撮ろうかな。カンカンさんバラありがとうございます。しかもこれつけてたら滑舌が悪くなる。もともと悪いのにもっと悪くなる。そう、ゆうきさんバラありがとうね。見えるよねこれね。これ撮って歯磨きする。リンクに課金したら儲かりそうね。ということ、私は儲からんよ。え、そう、自分で付け直せるのよ。え、どうしよう。え、亀子さんにさ、角から取られたらもう丸見え。しかもクアトロしたから丸見え。どうしよう。にまそ。いや、え、痩せたな。え、痩せたくない。え、痩せたわ自分。え、2日前より痩せた。え、痩せめえら。痩せたわ自分。たたた、え、見えそう。あー、いや、まあもう死にそう。痩せた、え、痩せた。髪型変えてない。これはね、ただ単にボサボサだけですね。けんちゃんかわいい、ありがとう。ワンピースや、そう、やらないと。そう、え、バリ、え、そんな。痩せた。下パジャマや。グラビアの手はちょっと残念ながら入ってないですね。けいすけさんハートありがとうございます。お菓子をもう今日食べようと思ってたけど、今日メイク薄い、確か薄いです。なんか食べられないの、痛くて。痩せたわ。え、偉っ、もう私偉っ、もうかん。無理。じゃがいことかポテチ食べたら死んでしまう、本当に痛い。カイトさんバラ、好きだよ。もさんバラありがとうございます。アイス食べたよ。アイスとかゼリーとか食べてる。目尻が赤い。嘘、これは化粧じゃない？え、分からん、花粉症かもしれん。自分で化粧してるくせに化粧じゃない。加藤さんかわいい、ありがとうございます。それな、アイスしか勝たない。アイスはもう口の中で溶かして飲み込むんや。汚い。スメーク、おー、確かに。え、そう、昨日さ、バレンタインだったじゃん。受験さ、でも昨日ちょっと配信もちょっとどうしたらダメだったんですよ。そう、あ、今日は絶対配信しなきゃと疑いちゃうって思ってたけど、あ、もうなんか別誰も、もう無理だと思って、もう疑えてもいいと思って。そう。そう、疑惑が出てる。え、せ、やらなきゃ、もう今日は絶対やらなきゃと思ってたけど、もうダメだったらもう。疑惑が、そう、何も、もう昨日確かにチョコケーキ食べたん、昨日個人的に別に何もない。それ住んじゃいけないと思って、クリスマスとバレンタインと誕生日、ホワイトデーも一応、ホワイトデーは別にいっか、そうそうっていう、自分の中で配信しなきゃいけないで、もうでももうダメだと思う。もう怪しいって言われる、もう。あ、そう、年越しもだ、そう、誰にもあげてない、何もしてない。作ってもない、もらってもない。そう、でも、どうでしょう。承認、え、ママが承認。そう、そんな気、あ、そう、何を、でも作りたいな、チョコ、今更ながら、別に誰にあげる、自分で食べるよ。
疑われるって思ってたけど、まあもういいやと思って。そうそうそう。チョコン？だって、だって。弟と弟、弟、弟と弟とお父さん、あ、言えない言えない。自分でケーキを買って食べました。じゃあ昨日さ、もうなんかもうめっちゃかもうなんか傷つくことがあってからさ、もうなんかもうそういう配信できる気分じゃなかったけど、なんか復活しました。こっち？あげない。あげれない。復活した。作るの？えんちゃん可愛い、ありがとうございます。私たちもここ最近料理配信食べ物は全然してないですね。え、違って、エゴサしてないんです。聞いて聞いて、エゴサしてなくて、あのね、自分の STU のツイッターのアカウントでなんかさ、トピックみたいなやつでさ、あるじゃないですか。聞いて、トピックってエゴサしてないのに、あのね、STU48 のトピックで自分の悪口を書いてる人も見てしまって、エゴサしてないの出てくると思って傷ついてしまって、エゴサしてないんですよ。なんかおすすめで出てきてさ、エゴサしてないんです私。そう、エゴサしてないのに、そうで、おすすめで出てきてから、えと思って、ちょっと傷ついてしまった。そう、そう、おすすめじゃないよね。そう、なんかそうそう、ちょっとあ悲しいと思って、そうそう、それで落ち込んでました。そうでも復活した。そう、おすすめされた。そう、え、それこそしてないんですよ。乾かした時でしょ、ダイエットが待ってる。え、復活早いんよ。え、なんかさ、しかも結構ひどくてさ、吉崎みたいな性格が根本的に腐ってるやつは選抜に入れるなみたいな書いててさ、書いてて見てしまってさ、えっと思って。そうで、しかもそれをさ、アンチじゃなくてさ、普通のファンの人がツイートしててさ、え、めっちゃ傷つくと思って、ちょっと傷ついてしまった。そう、ひどすぎた。そうそう、え、笑ったじゃないって。そう、傷ついてしまった。え、ひどいと思って、そう、え、そう、傷ついてしまって、で、私これを、そうそうそう、そう、しかもそれをいいねしとる人がおるのもまた傷ついたんですよ。性格はあれでも慰めてない。ひどいひどい。そう、え、傷つくと思って、そうでね、それ私の立ち直り方法なんですけど、あの、誰もが知ってる国民的女優でめっちゃ美人、誰がどう見ても美人な人の、ちょっとね、これ私も性格悪いと思うんですけど、アンチコメントを見て、こんな美人な、こんな人生成功してる、こんな大物女優でも悪口言う人いるんだから、そんな私でもいるよみたいな思って復活した。あと、みんながツイッターとドライブで励ましてくれたから耐えた。そう、え、傷ついた。そう、でもブロックはしなかった。そう、めっちゃしたかったけど、え、そう、めっちゃ、そう、え、いいな、あ、え、結構頭いいと思いません。そう、こんな美人の国民的女優でもこんな悪口言う人いるんだって思って、ちょっと申し込んで会えた。そう、あー、ひどい、性格腐ってるって。腐ってはないって、まあ、よくはないかもしれないけど、腐ってはないって。エゴサしてない、おすすめ出てくるけん、ちょっとびっくりしちゃった。そう、成長した。そうそう、ちょっとエゴサしてないのに。エゴサしてないのに。そうそうそう、腐ってはないよね。え、そう、メンタルも持ちこたえたよ。てかさ、タワーのお礼をちょっとしたいんですよね。ねえ、検索すんなって。やめて。そう、多分ね、1年2年前の私だ、もうやめて、2年前のね、私だったらね、もう多分1週間ぐらいお店に普通になってたけど、ちょっと、いや、生きてる。
そう熟成してる、それは褒めてるんですかね。やめて、いいね。え、待って、いいねしてこようかな。うん、匂いはどういうこと。2年前だったらめっちゃ切れて1週間音信不通になるっていう。そう。そっちよくなった。これからいっぱい悪口言われるんだろうな。まあいいや。まあいいや。もういいや。もうめんどくさい。出た、めんどくさい。いや、もう検しないで、しないで、しないで、検索やめてやめて。そう、暴言入ってた。そうそう、やめてや、リツイやめてやめて。え、そう、え、でもこの、でも自分もめっちゃ偉いわ。偉くない？ってこの配信しなかった2日間でさ、めっちゃダイエット頑張ってさ、 1.5 キロぐらい落としてさ、悪口にも負けず、偉っ偉っ。自画自賛。やめなさい。検索大好き、私の大好きだけどさ、ちょっとやめてやめて。いや違う、おすすめに出てきたもん。自分検索機じゃないけんね。自分だってタワーのお礼がこんなに溜まってるの。やめろよ、引用についてやめろよ。そう、おすすめでさ、なんなん、ツイッター自分のこと嫌いなんかなって思って。そう、でもこれでもまだまだあれなんですよ、選抜発表の時のタワーのお礼もまだできてないの。できてないんです。確かに。え、でもとりあえず、まあ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 、え、でも MV 撮影まで自分結構痩せれそうなんですよ、今の調子でいくと。え、本当に頑張る。そうそうそう、ひどいよね、ツイッター私のこと嫌いなんかもしれん。違う、 MV 撮影終わったらちょっと太ります。楽しい、え、それ楽しい、どんな衣装とかすごく楽しい。だから24日のクアトロまでにはめっちゃ痩せてそう。でももう死にそう。え、全然分からん、MV 撮影とか、え、分からん、え、どうなんだろう、分からん、全然知らん。名前入りの衣装は、名前入りの衣装、制服とか以外では初かもしれない。やったー、アウト。あ、ラムネ、ラムネ瓶は、ラムネ瓶って何、ガラス瓶、ガラス瓶はあるけど、表題曲、あ、重くあるわ、重くあるけど、でも変わったら、あ、よろしく。でもで、おもこえ自分の衣装あるけど、いや、ないわ、え、ない、おもこえはないわ、おもこえはなかった、おもこえは一期生さんの借りてるんですよ。ラムネ瓶は、あ、ちょ、あの、ガラス瓶、ガラス瓶はあるけど、表題曲で自分の衣装っていうのは初めてかもしれない。初めて。そう。で、僕隊とかも自分の名前書いてないんですよ。書いてあるけど、自分の衣装じゃないから、嬉しい。最初、え、ガラス瓶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 だった、そら、だから、なんでラム、ガラス瓶。まあ、嬉しいな、吉崎って書いてある。ちょっと呼び出しますね。ちょっと待って、本当に終わらないの、タウンの例が終わらないの。みんな、みんな見るな、見るな。そう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 。ラムネの飲み方公演とか混ざる。
あ、そう、リアル楽しく生きてね。試合行動頑張ってね、みんな。こんばんは。確かに、そう、その私の石崎って書いてある衣装、将来3期生さんの皆さんとかが着るんかなって思うとちょっと嬉しい。え、頑張って。無理無理、自分でやって。違う、もう違う、もうめっちゃ細細リンコで撮影するけん。そう、え、どうだろうね、楽しいだろう。でももうお腹減った。お、はじめまして。おお、前髪が伸びた。そう。全部、おお、さすがやんね。キャベクセイ、よく気づいたね。大阪、何、大阪、なんだ、リコジャ、もうリコジャ食べた、もういっぱい食べた、もうなんだろう。リコジャも耐えたから、なんだろう。やっぱサーフィンの時はむくんでたし太ってた。リコジはもう食べたから。551は、あ、でも551耐えたいかもしれん。なんだろう、たこ焼き耐えたい。でもたこ焼きなんか豆芝の時にめっちゃ耐えたから、なんだろう、お好み焼き耐えたい。食べたい。え、自分どっちも好きなんよね。なんか広島のお好み焼きも大阪のお好み焼きもどっちも大好きだから食べたい。でもお好み焼き食べたい。もんじゃしたい。もんじゃ。え、たこ焼きは絶対差し入れあると思う。え、もんじゃしたい。もんじゃしたい。午後一美味しい。551って肉まんだよね。うまいうまい。あ、東京？え？あ、もう東京？あ、え？そう、で、滑舌。ミックス、大阪の名物、たこ焼きとお好み焼きと焼きそば？焼きそば？わからん。あ、東京か。ちょっとわからん。浅草行きたいやん。浅草行ったことない。もんじゃ関東でした。あ、豚まん、もうから。豚まん、ちょっと待ってよ。タワーのお礼がね、すごく溜まってるんです。ちょっと呼び出しますね。仕事お疲れ。 OKP さんとマルアさんとツノさんとミーさんとアルフォートさんとカズヒトさんと千尋さんと、うんですね。あ、ま、でもこれまだ選抜発表の時のやつかけてないの。次の次ぐらい書きそう。このなんか全然違うよね。なんかやだ。仕方ない、そんな。すぎてどうでしょうかね。あ、痛い、歯が。なんか、知らん。知らん。だから自分のスケジュールもよくわからん。そうなの。でもなんかもう、でも。誰もいないんですけど誰もいないんですけど、つぎ込みました。あ、よろしくお願いします。え、そんな顔違う。痛い。全員いない。あ、おった。やります。痛い。
あーちゃさん結婚してごめんなさい。確かに今日化粧薄いかもしれない。そう、タワー投げるだけ投げて逃亡する人が多い最近。あー返したのにこれはスマーラさんめっちゃ探偵ですけど、これはシースピカーの時の、のタワーの俺。うん、まさいごめんなさい。はい、読みます。スピンではない、これは。そうですね、マルアットマーク、これからもずっとリンコ一筋です。いや字がさ多すぎて。新スピカさんイベントありがとう、とはありがとう。まさかおるとは。なんかマルアさん最近他のファンリンコたちとも仲いいよね。最初出迎える時もファンリンコ固まっとったし、よきよきです。ビンゴ大会もおめでとうでした。あとあとスペイブの時と同じで、最後バイバイする時に鍵閉めなの笑いました。あれ、たまたま。この前のお話し会も選抜発表の後お祝いしてくれて嬉しかった。その話は次のタワーのお礼でちゃんと小説書くからね、リンコより。これは言ってそうなこと。なんでかいつも鍵閉めなんだな、リンコへのたまもの。ありがとうございます。そう、お話し会の時に私マルアさんのタワーの俺めっちゃタワーとるわって言ったら、一行でいいよって言うから、いや小説書くわって言って、そうだめっちゃタワーってるから、多分めっちゃタワーってるから、だから小説並みにまた書かないといけないっていう。ありがとうございます。そうもうそうじゃない、もうそうじゃないですよ。たまたまなんかでいつも鍵閉めなの。ありがとうございます。はい、たわしなんでね。言いそう、そうめっちゃ考えて、そう、なんかさ、なんで7行になったんだろう。なんかどんどん減、これは1本分これタワー1本分なので、1本分でさ長すぎるわな、ちょっと。まあいいや、ありがとうございます。一生笑う。だって何人選抜の時発表の時さ、何人な、私70本分かかるといけん、これは。そう、文章がどんどん増えてくっていう。そう、ありがとうございます。ありがとう。1本分ですねこれ。そうそうよ。でもサイン会とかもさ、サイン会とかもさ、なんかさ、なんかどんどんなんかどんどん増えてくくせにさ、そうこれ1本分や。なんかどんどんサイン会も文字が増えてく、ちょっとよくわからん、自分で自分を追い詰めるみたいな。早ね、私ほらファンの人ね、ちゃんと理解していない、アイドルいないと思う。そうチキ会やばいよね、始まりチキ会あったらちょっとやばいかもしれない。ちょっとめっちゃ早く行ってからサインだけ先書いとこう。手紙？え、事務所に行ってないから最近ちょっと見てないかもしれない。ちょっとタワー逃げやめてくださいね、帰ってるんで。あ確かに、あ確かに、いやーやばい。ちょっと早く行ってから先帰っとこう。ちょっとどんどん時間減らしていく方向でやらないと。ゆうぞとんさんハートありがとうございます。最後チキ会ね、チキ会初めて、もうでもチキ会あるかもしらんけど、もう勝手にある前提の話するけど。ゆうずさんハートありがとうございます。手を抜く。あるかな、ありそう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 。そう、ちょっと押し泣きさんならないようにしないと。
そう、最近逃げるから、みんなが逃げるから。まあ確かに、でもどうだろう、沼、なんかね、どうだろう、確か7枚目のお話し会とかサイン会とかチキ会は新しい人が多かった気がする。多分半分ぐらい新しい人だった気がする。そう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 、キッチンさん、レインボースターありがとうございます。自分偉っ。すごいんかな、やった。すごいんかな、な気がする。分からん。そう、ギギさん、誰もありがとうございます。次回、次回もやばい、もうこの4時間とかもダメよ。カンリンコノートがめっちゃ増えました。そうですね。そうそうそう、あとは違う、そう、そういい湯だと思って。痛い、歯が。けんちゃん、ハートありがとうございます。今日みんな OK、 ありがとう。いやもう顔認知ないのに、それはね、恐怖なんよ。だって、そう、だって自分のファンじゃないのに、リンコのファンじゃないのに、そう覚えてるの普通に考えて恐怖。リンコの企業秘密、これ公演中撮っても、撮ったらな、歯が動かんよな、滑舌が。でも竹内先輩っていう滑舌が悪くなってしまう。個人情報の山やね。恐怖じゃん、もう恐怖じゃない、怖い、自分ストーカーになっちゃう。そう、自覚ありありですね。認知力、はい、デスノートおらんおらん。そう、うっかりあこさん、ごめんなさい。お腹減った、お腹減った。眠くはない、眠くはない、お腹減った、お腹減った。あー、でも温泉はぬるいぬるい、温泉甘えちゃうから、ファンの人が、コタクが。お腹減った。コーヒー口臭くならん？コーヒー口臭くならん？自分中学生の時はさ、担任の先生がめっちゃコーヒー飲んでてめっちゃ口臭かった。生クリーム飲みたい、アイス食べたいし、おにぎり食べたい。コーヒーめっちゃ口臭くない？そう。東大聞いてないんですけど、やめてください。湯はかえダメよ、湯はね、甘えちゃうから、私のポタクは。タバコそうそう。あー、そっかそっか、コーヒー飲まん、コーヒーで歯磨きしたらね、いいかもしれない。
あーやだ、東大思い出した、やだやだ、やだ、ヤッホーって言ったくせにうん、思い出した、無理、行きたい福山もう食べたい、もうなんか減った、そうのね、そう、ああいうダイエットっていうダイエットをしようと思ってて、明日、明後日明日はしない、明日は無理、それをねしたら1日で1キロぐらい痩せるんですよ。でも死ぬの、それしたら死んじゃうんですよ。なんか朝リンゴ1個、昼芋、夜朝リンゴ1個、昼に芋、さつまいも1個、夜プロテインだけっていう、死ぬの。一回したことあって、でも確かに1キロ痩せたけど死んだんですよ、うん、死んでたんですよ。そうそう、メンバー内で話題の、え、一回やったんよ自分、やばい、やばかった時、痩せたけど死んだ死んだそう、もうほぼほぼ絶食、死んだんです。そう、考え、ダメよダメよそうそうそう、そうなんよ、うるう、1日やった1キロしたんで、もう死にました。え、運動やよん、そうだな、え、でもちょっと本当に、でもダンスの練習もしないといけない、うん、納豆最近食べてない、やばい、最近鉄分不足すぎて、今日ダイエット日記忘れてただって、違うのってさ、だってさ、だってさ、大事や、大事じゃない、いや、ってさ、だってさ、たまたまミュージックビデオを見た人が、何この子、え、細い、え、気になるみたいな、で違うじゃないですか、やっぱ自分太ったら顔に出るんですよ、自分すぐ、大事なんですよ、ほうれん草、ほうれん草え、行く行く、でもアーシャ撮影の多分2ヶ月後とかや、そうそう、しかも将来孫に自慢するために、え、大事よね、そうやだやだ、誰も、なんか一人だけでかい人おらんみたい、やだやだつ、あん、え、お店で食べたいもう確かに、でも、どういうこと、自分で作るやつ、欲しい、買おうかな、でも買ったら食べるわ、そうそう、大丈夫、一人だけでかい人おるくない、それはやだもやし、うん、そう可愛く映らんというか、そうあとで見よう、もう誰と戦っているもう誰と戦ってるんだろう、もう自分と戦ってる、痛い、もう嫌だ、歯痛いし、もうお腹減ったし、もうイライラするわ身長 160.3 とかな気がする多分ああイライラするお腹減った、東大とか言うからさ、もう明日、2ヶ月後ぐらいかな初見です、こんばんは、
うん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 お腹減った。DMM え見直す見直す。東大とか私言うこと東大の存在忘れとったのにさ、東大食べてきたよとか聞いてないって聞いてないのにさ、東大食べてきたよって言うから思い出してしまった。いやでも撮影終わったら爆食いパーティーしよう。え配信で爆食いパーティーしようや。あでもな、奈々さんのラスコンがある。うん、どうしよう。ラーメン店でそんな食べたことないよな。フグね、フグ食べたい。フグダイエットしそう。でもフグそんな、うん、まあ、好きじゃないえ爆食いパーティーしよう。えどうしよう。1日ぐらいいっか。1日ぐらい食べてもね、別にいいか。え東大ラーメンはさ、ご飯と食べるのがうめえんだ。あーいや5周年はまだ5月や。いけるいける。えそう、アンスクグリアリのもん、いやグリアリはちょっと細くしないと賞味期限過ぎてる。そう、え爆食いしよう。えそうしよう。うん、変わらないね。そうだね。じゃあ MV 撮影終わったらめっちゃ食べよう。え爆食いパーティーしようや配信で。いいねラーメン屋さんで、ね、最近あんま食べてないかもしれない。そう、ヤンキン大好き。そうグリーンアリーナ、いやいやいや、グリアリよ、あのグリアリよ、あのグリアリよ、あれあれよ、広島のヨネズさんがコンサートしたところですよ。え？そんなん絶対出せないと。ラーメン最近食べてない。ラーメン。チートデーさしたらさ、自分チートデーしたら次の日も食べちゃうんですよね。1週間ぐらい毎日チートデーしちゃうの。え？すごいすごいすごい。え、それに立てるって。え、すごっ。痩せないと。え、マジ？痩せないと。それは広島人にとってはあのグリーンアリーナみたいな。そう、親が感動しとった。え、グリーンアリーナみたいな。すごっ。しんいちさん、バラありがとうございます。一回チートデイするじゃん。そしたら、もう胃がさ、膨張してさ、もうチートデーしたさ、その日、その次、その日からさ、毎日チートデーになるんですよ何。何、はい、え、知らん。え、わからん。一万人ぐらいいけるんじゃない？わからん。グリーンアリーナ。行ったことないですね、でも。それが膨らむんよ。もうお腹減った！おお、無理。そうそう、武道館、広島人の武道館。違うんよね。レッスンあるじゃん。コンサート前ってさ、12時間レッスンとかがさ、続くんですよ。もうバカストレスでさ、もう食べるんですよ。痩せないんですよ。むしろストレスのレッスンの時って。我慢ですね。アイダイハガサンプラザさんの時も大概めっちゃ感動したけど、そう、双眼鏡いるわ、いるねだってクアトレでも双眼鏡持ってきてる人おるのにさそうストレスや。で12時間何ずっと立ちっぱなしで踊るんだって、きついきついそうそうそう。でも最近さ、レッスンなくてさ、めっちゃ不安なんよね。あのさ、24日とかもさ、なんかもう当日確認だけしてやるみたいな感じで、めっちゃ不安なんだけど、どうしよう不安じゃわ。サクアトルでも双眼鏡で見られてる
でリアル話会室双眼鏡見られたら毛穴見られちゃうクワトロ何見た顔見たんじゃないそうえ多分まあでもまあでもいけるかいやまあ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 そうよねあでもねいや行きますよいやな毛穴見られちゃうドレス配信をしたいところではあるんですけどそうポジションがバレちゃうですバレちゃうのよカントロに関してはそうなんよねあ僕隊とかだったらさ自主練配信してもいいかな24日のやつはちょっとここで踊ってしまったらポジションがバレちゃう遠くても来る本当で, でも FTM も気合わないよ FTM はサラサラや今日のリップ今日のリップめっちゃ薄い色すね毛すね毛すね毛産毛産毛さあどうでしょうかね太ももは自分サラサラ太ももってあんま気入んくないでもでも太ももってさあんま気入んけんするえいよえみんさえサラサラやけんお肉に塗ってない塗ってないあのみんな男だけ分からんか太ももってあんま速くない知らんか分からんか太ももえ女って太もも速るの分からん人によるかも自分太ももはそんな速いフフフ弟えでも弟のさすね毛とか見んもんそうあの弟のさ太ももとか見ん別にあすいませんあそっかえじゃ太ももは早い太ももはえみんみんみん逆にどこえそりゃそりゃさそりゃ想像にお任せしますよまた毛の話になるうん弟の毛事情とか知らん知らんそうさどこに入るんって言われてもさちょっと毛の話ばっかりダメよ眉毛で眉毛今ね描いてるけんなえだいぶ生えてくんの生えてないかこれだいぶ眉毛化粧でごまかしてるけど薄い眉毛毛の別に得意じゃなん気づいたら毛の話になっちゃうそう危険な方向にそううんそう毛の話だけに切り取られるようーん65点えでもおへそから続いてるあれはいやあれはないあれは変ってそう眉毛今頑張って生やしてるんですよなんでこんな毛の話になるんだ別に毛好きじゃないけどなんでこんな毛の話になるんだろうはいはいでもご相談にお任せします私はもうどこの胸毛は知らんそう人によるわ人による分からんえだってさなんかまつげ事情えでもさまつげだに自分絶対まつげだにおる気がするえ眉毛もう生えんのよでもねちょっと今頑張ってさなんかそう頑張って放置してるのまつげだにまつげだに自分絶対おると思うえダニだまつげだにみたいなマジでダニがおるんだってえ自分絶対おると思うだってさ化粧したまま寝てさ自分絶対おるわまつげダニえ顔何嫌だな顔にダニ切ったね
まつげのまつげもう全然なんかもうめんどくさくてまつげ最近マスカラ塗ってない。汚いな。え、この辺歩いてるってこと？汚っ。汚っ。汚っ。ないよ。え、やだな。え、嫌じゃない？え、だってさ、最悪。待って、でマスクしたらさ、え、だって、マスクしたらさ、え、ダニがさ、マスクの中でさ、ぴょんぴょんしとるかもしれんのよね。え、きっと、最悪。きっと、今日朝風呂入ったけん、そう。最悪、きっと。え、ダニがさ、顔とマスクを往復しとるよね。汚い汚い、やだやだやだ。ワンコ、ワンコめっちゃ大きくなった文字。普通の、え、普通の何よりも可愛いんかな。だったらえ、きたきた、え、え、ちょっとおるよねそれ。え、でもや、やだな、きたいな、きたね。マスク、マスクプンプンしてると思った。ちょっと汚すぎる。私のスターオリオ、で洗ったんよ、見て。3日前にさ、シーツ洗ってさ、つけるのめんどくさくてさ、ずっとなんか、ペンって置いてる。そう、洗ってるよ。もちこ？もちこ、もちこは何洗うんだろうな。そうよね。でもめんどくさい。そう。いや、これはね、N2 週間ぶりに洗った。そう。え、もうつけずにもうこう、もうこう生で寝とる。そう、めんどくさいよね。そう、つけてないのか。うん、顔何、お、顔かわいい。え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 、来た来た来た。あ、ごめん、あ、すいません。そうよ、なんか、なんかちょっと、ちょっともちこに。え、やだな。え、ちゃんと変わろう。今日はお風呂入ります、夜。パイの絵さん、かわいい、ありがとうございます。え、そう、いやな、でみんなにいるから、これはみんなにもいますからね。いや、もう、もうわしは今日夜ちゃんと入るよ。今日は、今日は。で、やめて、これが選抜の配信ですかって、やめてください。あんまり言うとさ、ちょっとダメや、ダメよ。洋服パック、パック先輩感だ。今日、でも最近朝ないお風呂入る。あー、もち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 、犬もちか、可愛くない顔。最近パック、え、なんかかろうじて公園の前するよ、公園の日にするようになった、かろうじて。そう、うん、かわいい顔。もち、あーちさん、かわいい、ありがとうございます。違うよ。でもそうだね、部屋もだいぶ綺麗今。そう、何パック、え、普通の、普通のやつ。普通のやつが分からん。でも、うん、ペットボトル、あ、ウーロン茶ならある。服の山はないんです今。そう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 、こうか、別に。ちょ、顔がベタベタする。でも、やっぱパック嫌いだな、顔ベタベタせん。
髪がさ こなる張り付くんよ、あれが嫌じゃわしゃそう150、それもえ50枚ぐらい当たるんじゃないいやあれは使ったことなくて、なんか誰かからもらったやつを使う、でも顔がベタベタする、そうパウダーめんどいベタベタする顔がかえ髪の毛え確かに確かに顔がベタベタする、化粧水ぐらい、化粧水、化粧水は別に意味ないと思うもうダメだ、すぐ、まあ、めんどくさい、まあ、最近めんどくさい病なんですよね、本当にめんど、もうなんかめんどくさいの次元がさ、もうなんか何なんかお風呂入るのめんどくさいもんなんだけどさ、なんか立ち上がるのがめんどくさいとか、そんな感じなの最近、そう、化粧水は意味ないクリームは意味があるう最近そうめんどくさいの次元が、確かに、あーおあえ俺あー顔え自分も最近でも何も塗らんと顔がパサパサになる、そう、うん、仕事めお仕事めんどいというか、なんか公演前の化粧だるいとかえそれはあるけど、公演前化粧だるいなみたいな、それはあるな、それは正直あるだって化粧だるいんだもん、配信する前の化粧だるい、そうそれはある、そう太陽浴びてないからな、今日は浴びた、公演はいいんですよ、公演前の化粧がめっちゃだるい、そう今日清楚、いつも清楚っぽいでしょメイク時間サイズ10分ぐらい、もう分からん、もう女は大変ですね確かに運動大事ですな、メイク配信そうやらん、そうメイク配信、そうメイク配信するねってめっちゃ前に言って、いや全然やらない、やらなきゃ、でも別に誰も興味ないからそうごくごく一部の多分ファンディングの 0.5% のめっちゃ貴重な人がメイク配信してって言ってくれて、じゃあやるねって言ってやってますオレンジメイク、あ極めたらねいややるけど、じゃあ配信のネタに困った時やるわやらなきゃ、やります、はい、貴重な女の子たちが言ってくれるんですよ、そうあ見たい、でも絶対大した需要はないそう大事にしないと、見たい、じゃあやるわじゃあ暇の時やるわ、そうSP は別にいいんだけど、そうそうそう、ああでもめっちゃ適当よ、もう BB クリーム塗って眉毛描いてアイシャドウ塗ってアイライナーしてチークリップ塗って終わりでも確かにそれは楽、10分ぐらいでもう終わる、で公演の時はちょっと長い、15分ぐらいもちこ、あもち、
マッチマッチマッチいいね。でもでもちこが最近デブマッチなんよね。最近もちこデブ。そう。え今日はもう5分や。今日5分や。前髪もう最近え今日は前髪上げてたから固めてない。そう。最近デブマッチな。最近もちこデブなんよね。マッチ。デブマッチ。で朝の4時半とかにさ髪の毛噛んで起こしてくるもクソ持ちや。そう。あと1回目口言ったら散歩行けれんよ。そう。ああのもちこ、いやもちこは性格悪いですよ皆さん。もちこはね怒られてもね全然歯向かうの。そう。もちこもちいいね。なんか DNA のやつ食べとる。なんかもちいいなぁ。もちいいな。人間で言ったら多分5歳ぐらいだから幼稚園児だね。バブ3回ワクチン、あもう2回打ったから、あと1回打ったらそう出れる。でもさもちこさ、もちこな、もうめっちゃ自分嫌なんだけどさ、さもちこさ、あのさ避妊手術をさするんですよ。噂の、あそうです。銀行のです。でもあのさ避妊手術をするんですよね。でね、でもさ、でもなんか私のお父さんの会社の人がシーズ飼ってて避妊手術で亡くなったらしいんですよ。もうめっちゃ嫌だ。そう。でもなんか避妊手術してないとなんか乳がんの確率がすごい下がるみたい。なんかでも乳がん なるんだって。そう、もうめっちゃ嫌じゃない。もうしかももちこさ体弱いんよ。さあんま強くないけどめっちゃ嫌だ。そう、そうめっちゃ嫌なんだけど自分もうすっごい嫌だ。そう、あもう自分もうそう、え心配よね。そう、でもなんか避妊手術をしないとなんかそうそうそう、いろいろそっちの方が大変らしい。そうそうそう、なんかホルモンバランス、なんかがん乳がんとかがなんか すごいなんかなんだって。そう、うん、当たり前じゃん。もちいぬ大好きです。えやんね、ワンコやらんとね。そうそうそう、うん、そうそうそう、ももちゃんもね避妊手術した。そう、顔面ケア全然全然怖いな。だってもちがさ、もちが体調崩すよねすぐ。だってもちが最近さ、もちこ抱っこするじゃん、チューってやったらさペロペロしてくるよ。もう可愛くてなんの。モッチーモッチーめっちゃかわいい。なんかこうやってやるじゃん、もうチューチューってやったらさペロペロペロってしてくる。かわいい。そう、モッチコね、めっちゃ毛の色も薄くなった。そう、モッチーモッチー、そう、うんみたいな。かわいいよ。そう、でももちこさ自分がおしっこしたらさ、でもさそう、自分ももちこさおしっこするじゃないですか。自分もちこおしっこしたって自分のおしっこ舐めるんよ。もちこ自分自室さ、え自分自室もちこのおしっこ舐めとるってこと。まあいっか。自分は舐めん。自分だって違う、もちこが自分は舐めんって、自分は舐めんって。毛の色なんかねゴールドになる。そう、ももと同じ色になるらしい。自分はダメ。自分自室もちこのおしっこ舐めとるってことか。まあいっか。自分はいやさすがにやだ。えそう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 、遊びに来ました、こんばんは。何の話してるんだろう。そう、えでもね、もちことのチューの味はドッグフードの味がしますね。
どういう話ですかね。はい、ちょっともうダメだ、どんどんさ初見さんが離れていっちゃう。そう、え、犬はね、あのねそうだよ、普通だよ普通普通他の犬を匂った後自分を匂ってほしくない。あどういうことえ知らん、わからんマーチマーチマーチ可愛いですね、ありがとうございますえ、もうキャットフードは自分になってたね。もうキャットフードを食べたらもうずっと自分の息がめちゃくさかったからもうキャットフードは絶対食べない。そう、ドッグフードの、ドッグフードの味ウサギのあのご飯は全然食べれた。でもダメだった。しかも次の日もずっと一番息臭かったもん。めっちゃストレスだった。あ、自分今多分息めっちゃ臭いみたい。ヤサギのやつはさ全然大丈夫だった。そうそうそう、あれやばかったねもう自分絶対に二度と食べ、そう嫌だ、もうやらんよ、もう息が臭くなるもん。ヤサギのやつは全然むしろダイエット向き。そうだってもちこが食べてるご飯さ、もちこの DNA これをなんか作るご飯みたいなはぁはぁみたいなね、何の話をしてるんでしょうね、何なんだろう、分かりませんあーでも別に、あそっか、あそっか、別に犬、まあ、別に犬好きだけど別に、許せるわ、許せる、おかしいんかな友もちこ専用なんよ。そうなんよ、わしなんて全然そんな納豆ご飯ばっかり食べたのに、もちこなんかそんないいもん食べてデブもちめだってもちこ家に来てから体重2倍になりました。デブもちですふふふ2倍になった。そう、今日体重測ってないや。でも痩せてると期待。豆乳ってカロリー高いんだでもち、そうそういやもう犬は大事、いや犬は大事、でもなんかお腹、まあ、お腹なんかな。ピーの、知りたい。知りたいけど、聞いたら教えてくれそう。そうなんね。もち。あ、もちに会いたい。もち。今の2倍になったら100キロぐらいになっちゃう。100キロはいかんか、90キロぐらいになっちゃう。90キロは嘘だ、90キロぐらいか2月のね27日が3回目って言ってた気がする。もーちもーちもーち、ちょっとお待ちしてくれ会いたい。さや、でももう配信終わらなきゃ。寝るけど疲れた。
めっちゃ可愛くない？バブバブ。もっちょ。もっち。可愛い。見て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 。なに、うん、赤ちゃん？ね、君どれだけ見ついてるんだ今日はね、今日おいしっこの味がする。今日はなんかクッキーみたいな味がする。そう、おー、かわいい。あーさん、かわいい、ありがとうございます。んん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 たまんね。なんこのにめっちゃいい匂いする。うん、めっちゃ。うん、うん、うん。なあ。いい匂いするね。なんで？ん？ん？見つめないで。かわいい。いやいやいや、犬水め、いや、やっぱり犬水いいわ。いいわ、犬水。栄養。犬水は最高。かわいい。もうね、ねぐらみたいじゃない？ね、見て。ぬいぐるみだね。やほ。大好き。もう一緒一緒。え、かわいい。犬と喋るとき喋り方が変なのちゃう。かわいい。もう一生ずっと一緒だから、もう絶対離れない、決めた。いやいや違う、いや、そう、いやじゃないね。一生一緒にいてくれや。かわいい、かわいすぎる。もうぬいぐるみ、ぬいぐるみ、バブバブバブ、ぬいぐるみ、もうぬいぐるみなんだもん。ぬいぐるみじゃない、あんた。な、どういう、なに、クマさんの服着てる、かわいい。かわいいにょん。なんにょん。もっち。どうした？かわいい。あー、すいません、あ、もう生き返った。なに、誰、誰、ミキド聞いたこと。いや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 。何この服？赤ちゃん。バブバブ。そう。かわいい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 。うん。な、かわいい。声と。うん。みんな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 。
と赤ちゃんやもう守らなきゃ。かわいい。だって牛スターさ、おーみたいな。かわいすぎる。しかもさ、いや、泣くんですよ、泣くんですよ。なんかワンワン言うんですけど、もう可愛くてワン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 みたいな。もう可愛い、可愛いね、いい子だ。宇宙で一番可愛い。え、そうそう、あんま吠えんなんじゃけど、吠えた時はね、ワン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 みたいな。ねえ、可愛い。そう。俺たちが泣きたい。かわいいね。あ、でも、もちこがここにおったら神対応できる気がする。そう、今なら自分神対応できる。もちこがここにおったら、うん、もちもちだって、もちょにデブもちやね、もちもちだ、かわいい、うん、大好きだよ。てんぺん、どん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 。大好きって言ってください。もちこ大好き。好き、もち愛してる。もう世界で一番大好き。結婚しよう。かわいい。大好きって言ってください。もちこ大好き。もう大好きなんだけど、どうしよう、もう多分私この時結婚しますね、もう。ポタクにも、いやモンチコはタカシに変えたらちょっと炎上しちゃいますね。モンチコと結婚する。モンチコ、モンチコならいくらでもないキスできる。お風呂、お風呂は入らん、まだ一緒には。まち、あ、まち、まちまちまち、犬まちか。ごめん。さあ、大好き。さあ。寝た。あん。はい、これ、あ、寝の格好室に会いに行っても全然違うのダメです。もちちゃんかわいい、うん、母性本能が出ちゃう。かわいい、もうなんかもうこの子のために私は、ま、守らないといけないっていう気持ちになる。まあ、母性反応だわ、埋める。死ぬふりじゃないよね。かわいいの、もちもちもち、かわいいね、うん、かわいすぎる、ママ入ってる。ダメです、もちこは私のものです。たなとこさん結婚ダメです、私のものです。かわいいよ、もちこの DNA だったらもういくらでも埋めます。かわいい、なんだ、はあ、かわいいな、なんで犬ってこんなかわいいんですか。ウェーマンさんごめんなさい、もちこ私のものです。ダメです、もちこ私のものです。え、あ、見上げないで、うわ水からずれたもん、かわいすぎる。かわいいね、もうこの子かわいすぎるね。え、なんだ、大好き大好き大好き、もう大好き、愛してる。かわいすぎる、結婚したい。
もちこの DNA 保存したい。もちこの DNA 冷凍保存したい。えーちなさん、ごめんなさい、私のもちこです。どういう声。そうかわいい。ね、大好きなんだよね。あ、かわいい。寝たから静かにしよう。いやー、もっしゃもっしゃでも、もっしゃも大好きだけど、もちこしゃも大好き。どっちも大好きなの。でも将来浮気するかもしれん。あ、それ以外は犯罪。あ、それ以外は犯罪。うん、ダメ。うん、ちゅうは、まちこ、どっちに来る、まちこ、どっちに来る。うん、なんか、ああ、なんか、ああ、もう、ああ、テンション下がった。ああ、もう、もう、もうイライラするんじゃん。イライラするんじゃん。なんかイライラするんじゃん。モーリーも隣みたいな、いや知らんけど。イライラするんじゃん。モーリーも隣、いや知らんから。織田信長イライラするんじゃん。ボールペン踏んだ。行って行って、織田信長イライラするんじゃん。あ、顔すいません。痛い、ボールペン。みーさん、レインボースターありがとう。あ、待って、タオの俺がある。イライラ、イライラするんじゃん。おい、こんばんは。けいすけさん、とってありがとうございます。やめ、東大忘れかけたって東大の話するのやめ。わかる。いや、あの、織田信長なら言ってそう。イライラするんじゃん。いんちゃん、レインボースターありがとうございます。声が聞こえる。本能寺の変、うん、あ、疲れた。本能寺の変、あら、うん、人格、そう、人格が違う。あ、声のトーンが誰ですかみたいな。
お尻かじいたら、お尻かじいてもお尻かじり虫ラララララ、かじいてるお尻かじり虫、お尻かじり虫、お尻かじりたい、はい。え、世代自分世代古くない。ミランボール、ケイスケさんありがとうございます。都会のお尻は苦かった、バイ。全部自分すごくない、フルの大変、自分すごくないですか。バイバイ。お尻かじいたら、自分ここめっちゃ好きだよね。お尻かじいても、お尻かじり虫ラララララ、かじいてる、世代世代よ。カバとカバとでかばい合い、お尻かじり。おきみさんミラボールありがとうございます。浮きは大事ですね。そうよ、カバとカバとで、お尻とお尻でお尻合い、カバとカバとでかばい合い。小学生の時だから世代、世代だもん。スランプくんバラありがとうで、古くないよね。兄さんいるかな、どタワーの俺がある。世代、小学生の時の世代。最近お尻かじり虫大好きなんですよね。カバトと、なんだそれは。あ、世代世代、2007年、12年前、12-19、19-12、7歳。あ、帰宅した、お疲れ。じゃこれは、これはね、もうミーさんタワーの俺が溜まりすぎてね、これはね、多分スペベの時のタワーの俺見て。3つ分、これタワー3つ分じゃけん、7歳や。小学校2年生の時の世代、世代世代。カバとカバとカバとでか、これはもう小説ですね。これ3つ分です、やります、作文です、作文ですね。でまだこれ、まだまだこれでも全部書けてない。そう、え、そうそうなんや。じゃ読みますね。残りそう、字が小さすぎて読めないかもしれない。そう、レポートです。え、そう、これ遅れたらいいのね。そうよ、やります。み、アットマーク、リンコに会うためなら4時間なんのその、え。1、生のリンコちゃんうついち可愛かったわ。2、衣装かさばるのにありがとうタワー。3、嫌になるわけないじゃんガチクインタワー。ありがとうタワーの俺たまりすぎてる、ごめんね。配信見れなくても気にしなくて大丈夫、そんな配信見れんからって何も思わんし、気持ちは伝わってるので安心してくださいな。ちょっと寂しいのはここだけも秘密。秘密でまだちょっと元気なさそうだったけど、お話し会はちゃんと来てくれてありがとう。いろいろ話聞けたからよかったでございます。24日のクアトロでもっと元気になってもらえるように頑張る。スペイベの最善で微笑むみーさんが記憶に残りすぎてて忘れられん。みーさんってさ、公演の時マスクしとってもすっごい楽しそうな顔してくれるからこっちも嬉しくなるよね。それって推しメンのリンコだけじゃなくて、ミーさんの推しメンじゃないメンバーもにも元気与えてると思うよね。思うよね。それって本当にすごいことだよ。でさ、お話し会の時さ、他のメンバーばっかりで嫉妬するって話したじゃん。多分ミーさんにはあんまり言ったことなかったけど、実はめちゃくちゃ嫉妬しております。大阪のリアルお話し会なるのところに行くとか知ってます。嫉妬。選抜の話はまた次のタワーのお礼で、リンコより。ありがとうございます。21秒多分。そう、みーさんがね、大阪のいろいろ話しか誰のところに行くか知ってますから。そう、実は言わんだけで実は結構知っとるっていうね。ありがとう。そう、大阪。ありがとう。これ2枚まとめのり、
そう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 、言ってこ、今度から言ってこうと思って。顔のところ、あ、これ似てない、これあんま似てないよね、ちょっとこれ失敗です。おい、似てない、全然似てない、これはマジで似てない。失敗。じゃあ1枚目似てない、あんまりこれはね全然似てない、そうちょっと失敗してしまった。そう似てないの。あ、待って、言いそうな言葉、リンコは他のメンバーと比べるとかじゃなくて本当に好きなのよね。これは言ってそんな言葉で、なんか本当にお話の時に言ってくれた。え、なんかね、そう笑った顔にしようと思ってさ、目をさなんか笑った感じにしたかったら、なんかめっちゃ垂れ目の人みたいになってしまった。そう、ありがとう。おい、読んだチャットでしょ。そうだね、ガチ恋だからね。2枚目、ありがとうございます。こんばんは。え、わかる？これさ、でも字がちっちゃすぎてさ、やばいやん。これが限界だ。サイン、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 サイン。え？これ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 かな。ほい。なればね、リアルでお祝いを。ありがとう。ありがとうございました。でまだまだ多分なんか10枚ぐらい溜まってる気がするから、ちょっと待ちよ。これ？あ、これ？あ、これはわしや。似てるでしょ。これわし。ありがとうございます。いやいや、割とでもなんか割と色一人一人に自分小説書きそうな気がする。なんかもうエゴさしすぎて、なんか普通に調査しすぎて、そう。最初忘れないのね、シリアルコード。もうエゴさしすぎてなんか書ける気がしてきた。お疲れ様です。ちょっと調査をしすぎてしまって、ダメ、忘れる、いつまでシリアルコードって、忘れるって。じゃあ次の配信のタワーの呼び出しをしたいと思います。ちょっとね、めっちゃ本当に終わらない気がする。ちょっと待ってよ。当たるでしょう。スランプくん、バラありがとうございます。違うよ、人間観察はおもんないよ、ポタケだけ面白いんですよ。忘れないでね。あ、お風呂行ってらっしゃい。次は、次もミーさんだ。次めっちゃ可愛いタワーと、角さんと、で、こっから選抜のお祝いのタワー。多分これ先着順じゃないんですよね。あ、おる。安兵衛さんと、成田さんと、タイタンさんかな？です。お願いします。OKP さんおった。来てください、この。ポタク研究レポート。おった！君のある。来た来た来たよ。そうそう、すみさんごめんなさい。やります。 OKP アットマークリンコと一緒に歩む人生、
シスピカさんイベントありがとうタワー、ありがとう、イベント楽しかった、でも今までになかった距離で緊張した、昨日の抽選会もちゃんとガイドの T シャツだったね、やっぱり OKP って言えばガイドの T シャツなんよね、なんじゃろクワトロの思い出が強いんかも、選抜も泣いて喜んでくれてありがとうね、絶対泣いてるだろうなって思った、泣き虫よねリンクより、これはあ、これは割と似とる、言ってそうなこと、推しメンの中でもやっぱりリンクが一番なんよねです、ありがとうございます。で多分ね OKP が泣いてるとこ多分 2回か3回は見たバレバレ見た気がする、そうありがとうございます、そうなんよ、泣くけんわし泣くけんさ、話し会でさおめでとう泣くけん、あ、ま、泣いてると思ってそうありがとうね、あの OKP なのな、 OKP だな、あのリトちゃんの T シャツよりガイドの T シャツの方が似合ってるよでもガイドだから君はそう泣かせました、悪い女ありがとう、悪い女なんで泣かしたこんばんは、そう泣かしました、リトちゃんよりもガイドの T シャツの方が似合ってるよ君はピンクより緑の方が似合ってるよそうそうそう、でガイドの方が似合うと思うガイドの方が馴染んでるよ泣かせましたガイド復活、ガイドでもう一回公演したいな、そうだよね、かとりあえず大使でさ何人11人今大使11人で公演をしたいガイドガイドでバーニラバニラみたいちょっと間違えたこんなところに、いっぱい泣かした、でもなんかまあまあまあ3人ぐらいそうあーガイドガイドガイドですねそうなんよねちょっと間違えたそうガイドでさまた大好きな人とかやりたいなぁ間違えた、もうダメだ、もうニンニクマスケ選別おめでとう、ありがとうリンボスター、ありがとうございますガイドの大好きな人ラッキーセブンラッキーセブンね、そうだよねいや難しいチーム SB 推しのやついいな、またやりたい、よしりん好きりん大好きりんやりたい、もうずっとやってない、そう勇気は泣きせぶんこのカードたまかゆラララきせぶんこのカードどんな試練だって乗り越えられるんだ指針でもダメよダメよ、指針って言ったら自分だって自分のファンの人に勇気って人3人おるけん本当に指針になっちゃう、ダメダメダメまあ恐れりょん、シアターの女神をまだ覚えますから、シアターの女神
ようやく会えたね、こんな近い距離に。そうよ、オタク嫌いなものランキング1位、1位熱愛、2位指針ですから、ダメですよ恋をするとすぐにわかるダメよ、本当におるもん勇気吉崎凛子調べ、オタクが嫌うものランキング1位。あ、でもどうだろう、あ、でもな、推しメンがめっちゃめっちゃなんか やる気ない推しメン、推しメン、それも嫌だよな。やすめさんミラーボールありがとうございます。そう、シアジャマドレデル、あーあ、うん、尿せ、そう、え、リンゴ調べえ、そうなんよ、あのたくさん自分にされる指針は嬉しいけど、他の人にする指針はめっちゃ嫌う。そう、よくないよくないあ、大切、あ、やだ、ちょっと待った、あ、そうだそうだ幸せやりたい、幸せってスティやったことあるんかなちょっと待った、ちょっと、あー、やだねやだねやだね、あ、やだよ、あ、そう、自分がさ、え、じゃあ3日後の、じゃあ3日後の8時からショールームしますとか言ったらちょっとえってなるよね、なりそう、だって自分普段から配信予約せんからさ、いやごめんなさいあんませんからさ、いきなり3日後の8時から配信しますとか言い出したらちょっとビビってしまうわ。あ、ツイッターでこの後の配信でお知らせがありました、うん、それはダメだね、そう心臓悪い、もう、いや、もうでも自分もさ、ちょっとさ、ひななさんがさ、もういや、配信でお知らせがありますって言ってきてさ、もう配信始まるまでもうずっと怖かった、そう、それを経験した。あー、やだね、やだね、絶対見、あー、ダメ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 、あ、それはダメですね、そうそうそうそして、いや、しますしますダメだね、いや、よくない、心臓がそうそうそう、嬉しいお知らせがあります。え、そう、普段さ、普段なんか自分あんまな公演の宣伝とかあんませんくせに、いきなりめっちゃ宣伝しだすみたいな。怖っ。うん。事前のお知らせの自動難しい。そうな、26日にね、怖いこと言わないでください、なんか時々いるの、時々いるお話し会で、なんか最近元気ないね大丈夫って言ったら、なんかいやそんなことないよみたいな、まあ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 、まあ、いろいろあるよみたいな、え大丈夫って言ったら、まあで、まあまあ、じゃあまあまあ、りんこにはいつか話すよみたいないや言ってくる人がさおってさ、ちょっと本当に、いやいや、やめろやめなさい、そうそうそう、もうずっと気になるよ、そういう、もうずっと気になる、そう、やめてくださいあのり、いつも、え、でもいつもありがとうは言うよ、そうそうそう、そんなにおわせ、そう、にわせしてきてさ、え、なんか、どうしたんって言ったら、いや別にみたいな、なんか、え、みたいな、もうやめなさいダメよ、それ心配させようとしてから、オタクも似合わせしてくるダメですよ、ダメですよ、中の調子が悪いだけかわいそううん、かわいそうやめてやめて、いや、やめれやめれ、何相談事ってなんや、やめれえ、でもな、ガチの相談事されてもな、なんか、なんか、何、なんか、向こうの親と慰謝料の取り分で、なんか、相談したいことが、みたいに言われても、どうしたらいいか分からん。なんか、相談してもいいけど、なんか、ちょっと軽い相談にしていただいて。
ちょっと弁護士に相談していただいて。え、最近病んでるんだよねって言ったら別にいいんですけど、そうそうそう。そう、おお、ガチの多めの、なんか最近嫁が怪しくてさ、なんか最近なんかいきなり化粧するようになったんだよねみたいな、そう言われてもちょっと私はな、な相談のしようがない。そう、弁護士さんに相談していただいて、そう、推しが一人減りました。あ、もう言われ慣れてますね。そうそう、やめてよ、最近なんか、最近な、なんか何、最近トメコがいきなり香水つけるようになったみたいな、ちょっと言われてもちょっと探偵か弁護士さんに相談していただいて、はい。まあ好きだけど、いや、ごめん、そうだよね。そう、推しが風呂に入、ええ、かわいそう。え、とかなんで推しが風呂入らないのその子知ってるの。え、トメコかわいい。え、自分の娘の名前トメコにしよう。トメコかわいくない。トメコ、え、かわいくない。トメコにする。え、私もお風呂入ってるけど、え、でもお風呂入らないのダメだよ。やすめさん、かわいい塾ありがとうございます。え、かわいい吉崎トメコ。マウラさん、バラ塾ありがとうございます。推し編をね、しようと思ってするもんじゃない。梅子、え、トメコ。トメコにする。かわいい。え、トメ。トメちゃん。え、かわいいじゃん。いいが。そう。あ、そっか。吉崎じゃないや。知らんけど。サヨンジ、トメコ。うん。野口秀夫さんのお母さん。え、そうなん。サヨンジトメコ。かわいい。え、いいじゃん。え、トメちゃん帰るよ。え、よくない？で、なんかトメコ怒るときに、トメ！もうダメ！漢字？え、止めるに、え？トメ、と、止めるにこう、そう、それ、トメコ。わからん。で、依頼、なんてやれ、どうしよう。なんでトメコなんですかって言ったらどうしよう。トメ、確かに犬みたいになってる。トメコ。え、かわいいじゃん。いいじゃん。え、なんか、あえて、こうつけるみたいな。自分も子だし。名前の由来聞かない。え、どうしよう。トメコ、トメコ、もう持ちこうみたいな。トメ。確かに学校聞かれるよね。トメコ、と、止めるってどういう字がある？わからん。あ、止め。リンコ由来？忘れた。え、自分は、どうだったっけ？なんかお母さんの名前の一部を取って、みたいな。なんちゃらこうちゃらみたいな。あ、トメコ。なんかトメコ、トメ、やだトメ、やだ、それはちょっとやだ。止めるわ、ちょっと。さ、ひらがなにしよっかな。ひらがな。止め。自分の名前気に入っとる。まあ、よう間違えられるけど。え、なんか一部分を取ってみたいな言ってた気がする。そう、
いやでも分からんよ、自分の娘もさちょっとお母さんに憧れてアイドルになるかもしれん。え、自分の漢字、自分のこのリンコって名前も好きだし、自分のこのリンコのリンコっていう漢字も好き。だけど分からん、トメコこれ STU にもしかしたら入るかもしれん。そうそうよ、めっちゃいい感じで読もう。のん、え、分からん、 STU のさ何期生や、8期生とかさかもしれん。そう、自分も自分の感じ好き。センスの子を悩まんといけん。あ、やばい、12時だ、終わろう。お母さんアイドルだったんだよって言ってくる。そうそうそう、ダメダメ。8期生まで、8期、私な何歳かな私何歳かなあと6期生、あと6回、え、私何歳かな絶対お曲って呼ばれとるじゃん。あー、いや、まだ、もうまだまだいっぱいおる。絶対お曲じゃん、そんな。おつぼね、あ、おつぼね、おつぼね。おつぼね、おつぼねになっちゃう。8期生ってでも3年に1回募集としてもさ、サブ6、18+19、もう40歳とかやん。おつぼね、おつぼね、おつぼねなんて、おつぼねパイセンとれちゃう。おつぼね意味が分からん。なんでさ、なんでこの感じでさ、つぼねになる、ちょっと意味が分からん。もう意味わからん、もうそういうややこしいことするけん日本語難しいって言われるんよ。どう考えても曲じゃな。そう、すごいな、1年に1回募集してくれたら折れる折れる。意味わからんくない、なんでつぼねな、意味、ちょっと意味不明、いきなりつぼねになる、ちょっと意味がわからん。ちょっとダメや、もう曲でいいかあるかな。2年に1回だったら12+19って何歳、まあ33とか、ん ?30? ん、あ、19+12って何、31、ああ、いける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 、あ、いけるわ、あ、頑張ろう頑張ろう。でも娘がさ入ってくるってことはさ、でも自分ダメじゃん、最初持ちアイドルって嫌じゃん。最初持ちアイドルでいいなら、うん、娘と一緒にアイドル活動してますけど、ちょっと待って、男女用も最初持ちアイドル。13位ケータ、あ、間違え、変わった、13位リンコの万引きはキラキラさん、ありがとうございます。12位ナオトちゃん、ありがとうございます。で11位 DD48 さん、ありがとうございます。で10位シラオケンさん、ありがとうございます。そして9位ジュノラゴさん、ありがとうございます。そして8位ナリちゃん、ありがとうございます。そして7位ワルナさん、ありがとうございます。そして6位ケンちゃん、ありがとうございます。あ、やばい、いっぷ。5位ダイスさん、なになに、揚げ物が、揚げもみじ食べて、食べて。ありがとうございます。4位シッコさん、ありがとうございます。そして3位ミーさん、ありがとうございます。そして2位ヤスベさん、ありがとうございます。そして1位はユウタくん、ありがとうございます。はい。で、強制、ゴムかけ記念撮影。これめっちゃ目立つ。ほら、もうさ、神子さんからさ、明日歌っとるとこ撮られたらさ、もうめっちゃ丸見えや。あ、ほら、めっちゃわかるね。ほら、え、ただこれ、バカ言ってえな、これ。